前にも一回撮らせてもらった。今日のおすすめはこちらのあのくるみの、はい、あのきんぴらごぼうなんですけども、くるみが入って、はい、ちょっとニンニクも入ってるんで、はい、でも普通の普段のきんぴらとちょっと変わってます、はい、もう大根に混ぜてるんで、かき大根おろしで、はい、すりおろしてからあの大根と混ぜてるんですよ。あとこちらの高野豆腐の唐揚げも、はいはい、あのちょっとお肉の代わりに食べると子供もあの喜んで食べます。あ、そうですか。お持ち帰り用、はい、お持ち帰り用に いくらですか、お持ち帰り用の4種盛りいくらでしたっけ。あ、ほんまにあのそれもろてもいいですか。今日は食べ終わるまでに、はい、すいません。